団体の選手としてこれが史上最多4度目の GHC 挑戦。うち1度、2001年10月にはベルト獲得、第2代 GHC ジュニア王座に輝いた高岩達人。自分も GHC ジュニアのベルトを大きくした一人だと自負している。その言葉に十分な説得力を持つ最強のチャレンジャーをノアは再び迎えました。ノア発足時はノアジュニアの誰よりも強いパワー、そして豊富なキャリアで若手の壁となった高岩達人。恐竜と呼ばれるそのパワーは果たして杉浦をも凌駕するんでしょうか。ジュニア界におけるパワーファイター、東の横綱と西の横綱がまさに今専務のマットで力と力をぶつけ合います。高岩は話し合いました。今日の試合は肉体と肉体のぶつかり合い。その一言を体で表現するかのように今日もガウンはまといません。裸一つで勝負です。チャレンジャー高岩達人リングイン。初代金丸義信から数えて11代、現王座杉浦隆まで GHC を手にしたレスラーは8人。あるものは技で、あるものは力で、またあるものは速さで、ベルトを手にした8年の歴代王者にあってパワーで他を圧倒したのがこの2人、高岩達人と杉浦隆。日本のプロレスジュニア界における屈指のパワーファイターがついにシングルで初対決を迎えました。今宵ジュニア界のナンバーワンパワーファイターが決まります。チャレンジャー高岩達人か、チャンピオン杉浦隆か。2つの鍛え上げられた肉体が今マットに立ちました。 GHC タイトル管理長ジョー樋口より選手権試合宣言です。日本のプロレスジュニアのパワーファイター、この試合はそう言われれば誰もがこの2人の名前を挙げるでしょう。 GHC ジュニアヘビー高岩達人、選手権試合であることを宣言し、杉浦隆、2006年12月23日 GHC 管理委員長ジョージ。その2人がベルトをかけて初めてシングルで対戦します。金色まばゆい、そして真新しかったブルーのベルトもいつしか使い込まれてきました。高岩が手にした時にはまだピカピカだったそのベルト、第11代王者杉浦までジュニアの父系は受け継がれています。本日のボーナスマッチ第6回を迎えましたセムマットで初めてのタイトルマッチです。勝負を行います。青コーナー挑戦者215ポンド高岩達人。ジュニアの潮流再びゼロワンマックス高岩達人。中コーナーチャンピオン220ポンド杉浦隆。第11代ジュニア王者ノアジュニア2冠杉浦隆。青コーナーのセコンドにはゼロワンマックス勢、一方の赤コーナーのセコンドにはタッグのパートナー金丸義信。そしてこちらには日高郁人の姿もあります。対抗戦の様相も呈しているこのタイトルマッチ、ジュニアナンバーワンパワーファイターはどちらか。高岩達人、杉浦隆、肉体と肉体今ぶつかり合いました。腰を落とした両者、押し込んでいくのは白のタイツチャンピオン杉浦隆、それを受けました黒のタイツがチャレンジャーです高岩達人。杉浦はこれが2度目の防衛戦です。2006年、 6.4 の札幌で健太を下してこの GHC ジュニアを取りました。そして 7.23 ドイツでの遠征においてムーラット・ボスポラスを下して1度目の防衛に成功。実はそれが7月23日、ですから実に5ヶ月ぶりのタイトルマッチということになります。ロープリフト、力では負けないそう話した高岩と杉浦、スピア動きを変えました。しかしショルダータックルは高岩。これから始まる肉弾戦のほんの序曲にしか過ぎません。しかし
これからぶつかり合う肉体の強さ、そしてどれだけ激しいぶつかり合いになるのか、予感させるのには十分な探り合いです。今度は指と指を絡めて力比べを挑んでいった高岩達人。鍛え上げられた大胸筋、そして背筋、自衛隊からアマレスで鍛えました杉浦隆。一方杉浦より8年も早く、92年からプロレスのこのマットの上で裸一つで戦ってきました高岩達人。キックを打った逆指、エルボーで返す杉浦。このエルボーは強烈です。エルボーを振り抜いた高岩、逆水平、ロープに振った、そしてエルボーを打っていきます。この力で金丸義信を下して GHC の第2代王者になったのが高岩達人です。膝を取りに行きます。高岩本人も自分も GHC ジュニアを大きくした一人だと自負していると試合前話していました。新しいベルトとして制定をされて初代王者に輝いたのは金丸義信、その金丸を下したのがこの高岩達人。菊池を破って一度防衛した後丸藤直道に敗れましたが、第2代王者としてその名前は GHC の歴史に刻まれています。ここでロープにブレイクをしました。実は他団体に所属をしている選手で GHC に今日4度目の挑戦なんですが、この4度というのは史上最多です。 GHC 戦を戦った数でいきますと防衛を5度している重心サンダーライガーが7試合 GHC 戦を行っていますが、高岩は自らチャンピオンになった試合防衛戦、そして敗れた2度目の金丸への挑戦の GHC ジュニア、さらにはゼロワンマットで行われました GHC ジュニアタックへの挑戦、それらを含めましてこれが今日4試合目の GHC 戦。もうこの GHC 戦線ノアマットにおいても、まあ、外敵ではありますがおなじみの一人と言っていいでしょう高岩達人です。踏みつけてきました。高岩杉浦、身長くしくも同じ178センチ、体重は高岩99キロ、杉浦98キロ、ほぼ同じサイズです。キックで倒していきました。普段あまり見せないキックからカバーに入ったのは杉浦です。年齢は杉浦が36歳、高岩が34歳、キャリアは杉浦今日でちょうど6周年、2000年12月23日デビューの杉浦、一方92年デビューですからキャリアは14年、杉浦の倍以上プロレス界に身を置いている高岩達人です。そういえば試合前高岩がこんなことを言っていました。実はノアに参戦していて一番気になっていたのがこの杉浦隆、まず自分と同じパワーファイターであること、そして年代も非常に近い、ジュニアというとこのところノアもゼロワンマックスも、そして他の団体を見ても若い選手の台頭が非常に目につくけれども、しかし自分のこの年齢でもまだまだ力強いんだというのをぜひ同世代の杉浦選手といい試合で見せたいんだという話をしていました高岩達人です。おお、輝き上げた、締められていったところから力で返していきました杉浦隆です。金丸義信、GHE ジュニアタッグを持つパートナーも見つめています。さあ場外に高岩を落として場外戦へと導いていきました杉浦隆、鉄柵を見た、力を込めた、逆に返した、前から行きました。5分経過、試合時間は5分が経過しています。ありとあらゆるシチュエーションで形を変え手を変え品を変え力と力をぶつけ合っている両者です。鉄柱に頭をぶつけてきました。このところ丸藤や健太のヘビーへの挑戦というのを目立つノアマットではありますが、あ、輝けた、あ、ボディスラム、早く重く厳しいボディスラムを場外で打ってきました。リファー有明の硬い床の上にボディスラムです。そしてストンピング、ただ高岩はこう話しています。自分はジュニアを愛している、ですからいつまでもジュニア一本でいきます、そんな話をしていました。そのジュニアの中にあってはヘビーをも凌駕するパワーを持つ両者です。ハーフのボストンクラブ杉浦の左足を取っています高岩達人。ジュニア離れしたパワーからはジュニアの潮流というあだ名をつけられました。
さあ、沿っていく。ヘビー戦線に入っても全く力で見劣りしないのがこの高岩。同じことが言えるのはチャンピオン杉浦隆です。攻めていく高岩達人、腰を落とす。なんとかサードロープを射程圏内に捉えたいところです。左手が届きました。匍匐前進でロープブレイクです。5ヶ月ぶりのタイトルマッチ、久しぶりの一戦にしてはあまりにも厳しい一戦になりそうです。杉浦隆、逆水平高岩エルボー。5ヶ月間タイトルマッチがなく、自分としても実はタイトルマッチをしたいと思っていたところに高岩選手が名乗りを上げてくれた、本当に嬉しかったとその時のことを話しています。杉浦隆です。首4の字に入りました。今日がデビュー6周年です。2000年12月23日、このディファ有明とは道路向かいの有明コロシアムでデビューを飾りました。有明コロシアムという、まあ、ノア旗揚げ以来のビッグマッチで、新人とは思えないデビュー戦を見せたのがこの杉浦。力王井上と組みまして、森島志賀金丸組と戦ったのが6年前の今日、デビュー戦の杉浦です。以来ジュニアを取ること2度、第7代の王者となってライガーに一度ベルトを奪われましたが、第11代として返り咲いています杉浦。引き起こしてエルボー。序盤はこの高岩が押し込む展開ですが、抱え上げて前落とした。バックブリーカーではなくストマックを落としていきました。そしてブレンバスター前に投げた。これは意表をつく攻撃です。なんと前に投げつけてきました。そしてスピアーで突き刺した。抱え上げた水車落とし、強烈な水車が1回転です。そしてカバー。さあ、ここから流れを持ってくることができるでしょうか。さあ、上げるぞと宣言をした。やはり杉浦もパワー対決は意識しています。中年ズリフト俵返し投げていきました。杉浦距離を取った。もう一度スピアがいや顔面口出し、キックを見せました。対角線へ振って、もう一度顔面へ蹴りを見せました杉浦。あー、ラリアット、カウンターで引き抜きました。その右手を振り抜きました高岩達人。青コーナーサイド、ゼロワンマックス勢からも声が上がります。果たしてクリスマスを前に、そして年越しを前に、GHE ジュニアのベルトはノアで迎えるのか、ゼロワンマックスで迎えるのか。もう一度青コーナーに振っていく高岩。杉浦が行く、抱えてパワースラム、軽々と持ち上げていきます。高岩達人には何といっても餅つき式パワーボム、さらにはデスバレーボムがあります。軽々と持ち上げたボディスラムを打って、自らニュートラルコーナーに登っていきます。コーナーのトップに立った、ヘルボードロップ、流れるような攻撃です。この高岩とタイトルマッチを2度戦った金丸はこう話しています。高岩はとにかく力が強い、そして20分戦っても30分が近づいても全くそのペースが落ちてこないと、あのタフな選手とは正直もうやりたくないですと金丸義信は話しています。その金丸が見つめる前、杉浦と高岩のタイトルマッチ、力を込めるブレンバスター、腰を落としてこらえる杉浦。10分経過、試合時間は10分を経過しました。仕掛けているのは高岩です。こらえる杉浦が、あっと、ロープの上へ、ロープの上に高岩を乗せました。そして距離を取った、ハイキック、あっと、蹴り出していきました。鉄柵まで飛ばされました高岩達人。そして場外に寄っていく杉浦。第11代 GHE ジュニアチャンピオン、チャンピオンの杉浦、かつては第2代王者として君臨しました。しかし丸藤に敗れてベルトを失って、2度目の挑戦となった第5代王者金丸への挑戦は敗れました高岩達人。さあ、花道に高岩を上げて追っていく杉浦隆、何を仕掛けるか。こうして花道でスポットライトを浴びると浮かび上がるこの美しい筋肉です。さあ、バックに回った。さあ、この花道でジャーマンか、客席にジャーマンか、これはあまりに危ない。エルボーで振り向きました、キックを打った。そして得意のパワーボムを、なんと花道で切り返した。
フラカンなどで返しました。ラリアット、強烈な一発。杉浦の動きが止まりました。チャンピオンの動きが止まりました。さあパワーボムを予告しましたが、なんと花道の下へ、花道の下へと今セコンドの選手としてマスコミのカメラにどけという合図をしました。花道からその下へとパワーボムを打つのか、そんな危険な仕掛けをするのか。しかし構わず構えた、構わず構えた。さあパワーボムに、パワーボムに行ってしまった。外に投げ捨てた。杉浦を破壊に行きました高岩達人。とんでもない攻撃です。最前列の女性ファンは凍りついています。杉浦を投げ捨てました。リファー有明が凍りました。杉浦は全く動きません。杉浦隆が全く動かなくなりました。高岩達人、なんという非常な攻撃か。肉体と肉体のぶつかり合い、そうこの試合を称した高岩達人。非常なるこの攻撃は魂と魂のぶつかり合いです。杉浦は全く動きません。微動だにしません。目も見開きません。今何か喋りかけられたことにうなずきました。しかしまだ目はうつろです。その視界にリファ有明の光景を捉えているでしょうか。杉浦隆、 GHC ジュニアがピンチを迎えています。ジュニアのベルトが大ピンチを迎えています。あ、今一度目が開きました。カウントは11まで進んでいます。なんと花道から外に向かってパワーボムで投げつけるという未だかつて見ぬ非常な攻撃を仕掛けました高岩達人。カウントは15。高岩は勝利を確信しましたが、なんとか今エプロンに手がかかりました杉浦隆。カウント17、あと3秒。ノアを守るか。あ、高岩が自ら杉浦を引き上げるようです。まだまだやり足りないということでしょうか。高岩達人、杉浦隆をエプロンサイドに立たせます。あ、杉浦はまだ目がうつろです。無理やり起き上がらせました高岩達人。そしてエプロン、ロープを挟んでブレインバスターの体勢です。中に強引に戻そうという高岩、力を込めて、あ、赤コーナーに乗せます。赤コーナーに乗せる、なだれ式攻撃を仕掛けるか。さあなだれ式攻撃を見せます。これまでこのノアのマットのなだれ攻撃で金丸や菊池を下してきた高岩、さあ何を見せるか。なだれ式のプレイバスター。杉浦隆、意識は確かか。カバーに入った。カウント2、なんとか返しましたチャンピオン杉浦。ノアのベルトを流出させるわけにはいきません。思い起こせば第7代王者だった杉浦は重心サンダーライガーに敗れてベルトを流出という事態を招きました。今度はゼロワンマックスに、いや、それは許せないでしょう杉浦隆。しかしパワーボムを予告しました高岩達人。さあ新年には1週間早い、餅つきを行うか。こらえた杉浦、こらえる杉浦隆。試合時間は15分を経過しました。ロープに飛んだ、ラリアット、こらえる杉浦。その両足は体を支えています。これもこらえた、倒れない杉浦。角度を変えた、ああ、輝いた。そして前の、おっと、ケンタのゴートゥースリープのような技を出しました。なんとか反撃しましたが、まだ力は入らないか杉浦武史。前回王者の際にはライガーへのベルト流出を許しました。そして当時の GHC 防衛記録となる5度のジュニアの防衛を許しました。大きな声が出た。ノアからもうベルトを出すわけにはいきません。バックに取ってジャーマンスープレックス、ホールドした、がっちり抑えた。カウント2、高岩も返します。今年は一度 GHC ジュニアタッグに挑戦をして敗れています。1年に2度 GHC で敗れるわけにもいかない、そう話しました高岩。ラリアット、こらえた杉浦。
この試合は肉体と肉体のぶつかり合い、そう話した高岩。一方ぶつかるだけぶつかって本当に強いものが残るだけ、ただそれだけです、そう話した杉浦。どちらが試合後このマットに立っているのか。あー膝で返した、そしてもう一度バックを取ってジャーマン、今度は投げ捨てた、しかし起き上がった、力を崩した、デスバレーブブー、しかし杉浦も立った、ナリアット、そっくり返しました。第5次杉浦、その目は眼光鋭い目は杉浦を狙いますが、高岩の動きも止まっています。日本ジュニア史上パワーファイターとしてその名を残しているこの2人、真のジュニアパワーナンバーワンはどちらか、ジュニアの潮流か、あるいはノアの杉浦か。またもなだれ式攻撃を見せます。2001年にはなだれ式道のくドライバー2、高岩ドリラーで、あーデスバレーを予告した、なだれ式のデスバレーを予告しました。これでかつてベルトを巻いた際には菊池から防衛に成功しましたが、さあなだれ式のデスバレーをここで見舞うか。激しいなだれ警報が出ているディファーリア県、あーこらえた、こらえて逆に足をこらえた、あーっとあーっとコーナーの上ダンクロールド、コーナーの上ダンクロールド、そして引きずり下ろした、引きずり下ろした、健太からベルトを取ったコナンクロールド、がっちり捕まえた、がっちり捕まえた。鍛え上げられた杉浦の左の上腕二頭筋、高岩のアキレス腱を破壊するか、アンクルホールドがっつり決まった、体重もかけた。これは肉体と肉体のぶつかり合い、鍛え上げられた筋肉と筋肉の勝負、高岩の足の筋肉がきしむ、力を込める杉浦隆、ロープは目の前、なんとかサードロープをつかみました。力の神様はまだ決心しません、まだその裁きは下りません。さあもう一度バックを取る得意のジャーマン、今日3発目ホールドした、おっとぐるっと1回転してもう一度行く、今度はフルネルソン、フルネルソンスープレックス、そのままホールドした、決めるか杉浦、カウント 2.9、 なんとか崩しました高岩立つ人、高岩の動きは止まってきたか。さあここはチャンピオン構成です。 GHC ジュニアはノアで年を越すことができるのか。バックに待って、オリンピック予選スラムに行った、真っ逆さまに落としていきました。さあノアのジュニアはノアの、あカウントは2、ノアのチャンピオンの腰ではまだ年を越すかどうか分かりません。本当に強い方が最後立っている、そう話した杉浦が、なだれ式オリンピック予選スラムを狙いに行きます。2度目の防衛成功なるか、真のパワーファイターは杉浦なのか。あしかし高岩が蘇生した、高岩が蘇生をして力を込めるパワーボムに行こうとするが、杉浦もこらえました。あしかし高岩が20分経過してコーナーへ、なんということか、コーナーパッドはついていますが、その下は硬い硬い針金のコーナーです。20分が経過しました。さあ大きく声が出てきた高岩達人、ニュートラルコーナーに杉浦を乗せます。さあなだれ式の高岩ドリラーを予告した、これで金丸義信を下してノアに悲鳴が響いたのは5年前です。もう一度あの再現なるか、なだれ式垂直落下、頭も首も串刺しにしました、あまりに厳しい高岩ドリラー、カウント2で返した、なんとこの攻撃をこらえました、この攻撃でも肩を上げました、杉浦の首は大丈夫か、動きは完全に止まっています。
いくら筋肉をつけてもそのダメージは大きいでしょう。杉浦の首へのダメージが蓄積している。杉浦起き上がられるか。高岩は再び余裕が出てきました。まるでチャンピオンかのようにこのセムのマットの上で振る舞っています。さあ一気に試合を決めようという、またなだれ攻撃か、またなだれ好きか。非常な高岩、なだれ好きのデスバレーを動きしました。ここまで激しい流れを受けて、果たして雪の間から杉浦は生還するか。流れ式デスバレーボム、ゴムマリのようにその鍛え上げられた筋肉は弾けられました。カウント入る、どうだ、返したなんとこれも返した。ちょうど急の流れの中からまだ杉浦の呼吸の音は聞こえてきます。さあノアのジュニアは渡さないのか、青いベルトはノアで年を越すのか。大杉浦コールの中垂直落下、脳天を突き刺しました。本当はカウントワンラリアット。本当に強いものはどちらか、ジュニア界ナンバーワンのパワーファイターはどちらか。ブレインバスター前に落とした。力と力のぶつかり合いは高い渡す人、ジュニアナンバーワンパワーファイター新チャンピオンは高岩達人。第12代 GHC ジュニアチャンピオンは高岩達人。ノアのベルトが流出しました。再びこの男の手にノアジュニアのベルトは渡ることになってしまいました。ベルト流出、肉体と肉体のぶつかり合い、強かったのは高岩達人。ジュニア界のパワー対決、今は高岩に上がりました。あの杉浦隆をも凌駕しました。高岩達人が新チャンピオンです。ゼロワンマックスにベルトが分かりました。22分31秒、高岩ドリラーで同点から杉浦隆を粉砕していきました。高岩達人です。チャンピオンベルトの贈呈でございます。なんとベルトは流出しました。第2代チャンピオンが第12代チャンピオンとして再びブルーの、そして金色の GHC ジュニアのベルトを手にしました。22分31秒、なんと杉浦敗れました。選手が新チャンピオンでございます。ノアナンバーワンのパワーを誇示してきた杉浦が高岩達人のパワーの前に屈しました。本当に強かったのは高岩達人、肉体と肉体のぶつかり合い、最後に立っていたのは高岩達人でした。自分が言うのもおこがましいが、ノアジュニアのためにも再び自分が立ちはだかりたい、そう話した高岩、有言実行の試合結果となりました。リング上には高岩、日高、さらには高西翔太、西良寺もいます。セムのマットの上はゼロワンマックスのものになりました。高岩の入場テーマが流れる中、両手を高々と掲げました。ノアのジュニア選手はこの光景をどのようにして見るんでしょうか。どうその目に映ったでしょうか。力を誇示します高岩達人、また厄介なチャンピオンがノアジュニアに現れました。ゼロワンマックス高岩達人、自力では歩けません。大きなダメージ、ベルトを失い、そして肉体的にはダメージを負いました。なんと杉浦隆がベルトを失い、またもベルト流出を許しました。紫色のセムマットの色はゼロワンマックスの色になりました。強い強い高岩達人、ノアジュニアではパワーナンバーワンの杉浦をもってしてもこの男の力の前には勝てませんでした。なんと他団体の選手として GHC を2度巻くことになりました高岩達人。史上最多の4度目の挑戦にして、同じく他団体として史上最多2度目の体感、高岩達人が第12代のチャンピオンです。果たしてこのベルトをノアに取り戻すべく立ち上がるジュニア選手は誰なのか。青いベルトが今2007年に向けてゼロワンマックスに向けて下がっていきます。